はい、ご出席いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパープキット。天王山シナリオの地域編ですね。第11、12話ですね。12話になります。承知いたしました。始めていきます。語弊のもね、ちゃんとやっておきます。承知いたしました。今ね、秀吉さんとね、戦っております。はい。秀吉さんと戦い終わったら今度、ちょっとね、長宗我部さんと戦わなければならないミッションが残っているので、かなり、大変ですね。はい。大変なミッションが残っております。でも、長宗我部さんは、なるべく、あれ?負け取るじゃないか。島津さん。取られてるじゃないか。はい、そんな感じです。では進めていきます。あー、これ間違った。位置変えるべきだったね。うん。ダメな場所だった。忘れてたね、これ。うん。じゃあこれを、こっち向かわせようか。出陣せよ。まあ舞台も取ってくれば近場だったんで近場がね来ると思います。あと13日。これも一回解散しなきゃダメだね。兵がいないね。報告します。先月の収支です。ご命令を。交渉。ああ、一応、同盟は一応結ぶことはできるんだね。でも結ばなくていいかな。はい。もう武将帰ってきたかな、この辺。まだ帰ってきてないか。ここに45人もいる。これが散らばる散らばる。それじゃあ、これ手紙でなんとかなりそうだね。かたじけない。かたじけない。かたじけない。よし、これで散らばって、ここらに入ってくれるんで、なんとかなりますね。倒せるね。じゃあビッチョ高松が起こしちゃいます。負けてやるわけにはいかぬ。騎乗します。あれ、騎乗したらなんかこの170だけ残ったぞ。たまにあるんだよね、こういう風に残るのね。参ります。何なんだろうね。出陣します。で、ちょっと動かさないとこれ帰れないでね。待機します。これで帰れるんでしょ。帰れない。何なんだろうね、これバグだよね、多分ね。行きます。ここに入りたいってこと？出陣します。待機します。参ります。どっかに当てて。殺してもらえますか。進みます。はい。殺してもらいます。勝てます。あ、勝てなかった。戦場有利なのになんで勝てないのこれ。敵の方が強い。というか、なんでこれ移動しないのこいつら。おかしいね。まあいいや。
ここが良さそうだね。鉄砲上げ。で、3万。3万持って鉄砲多めに。進むのだ！で、ここを移動してほしいんだけど。敵が我が領内に向かっております。あー、6万9000で狙ってくる？何日後これ来るの？1ヶ月後か。これ本当に何なんでしょうかね、こいつね。行きます。まあ、ここで殺してもらおう。これも6万いつも集められないからね。で、これ2万2000だけど、いくら先着しても多分勝てないからね。ここは籠城です。 A なのでなんとかなります、岡山ね。待機します。報告します。先月の終始です。ご命令を。取引を行いましょう。買います。取引を行いましょう。で、開発でこの辺ちょっとやっとうか。撤去で。まあ、このぐらいかな。うん。で、ここも作っとこうか。かしこまりました。じゃあ進めていきます。これで帰ったでしょ、多分。今の舞台どっかにね。うん。なんでこれ移動しないんだろうね、本当に。意味はわからない。籠城。ああ、ここもちゃんと作っとけばよかったね。作っとけば絶対守りきれたもんね。守れるでしょ、62日。うん。攻撃戦終われば、こうはできますね。でも、兵糧もいっぱい入ってるし、ね、全然大したことないじゃないですか。全然守れる、守れる。しかも3万もこれ出してたの意味なかったね。はい。これはそのまま下に向けます。16000。ここに向けようかな。いざ参ろうか。で、交渉で飽和しておきます。かしこまりました。進めていきます。報告します。先月の終始です。表情を執り行う。軍事論議で取っておきます。59と52。これにて表情を終えよう。
ああ、これ、単純上昇台、取っておきます。ああ、ちょっと、御用達商人取っとこうか。兵糧度がちょっと安くなるんだったらね、取っておきます。闇取り機持ってないんでね、兵糧安くなると嬉しいんで。ゲチよ。取引を行いましょう。かしこまりました。まあ、ちっと安くなってんのかな、よくわかんないけど。ありがとうございました。なんでこいつら移動してくんないんだろうね。ちょっと、入場させようか。配属。なんか配属しようとしてる？うん、まあいいや、ここに。これがあれだよね。うん。移動してない奴らだよね。全員移動させます。多分さっきなんかバグってたじゃないですか。さっきバグってたから、多分それが原因かもしれないね。なんか帰れない部隊がいたからね。それは多分原因じゃないのかな。じゃあ進めていきます。みんな、気合を入れろよ！みんな、気合を入れろよ！なんか狙ってるぞ、ラインが。超スバルとあれ、まだ戦争したのか。チンブレを出せ！大義は我らにあり！超スバルと、秀吉さん、まだ戦ってたみたいですね。はい。手を打とう。ここ行こうかな。いざ参ろうか。で、ここは、ここら辺行こうか。うん、良さそうだね、ここで当たってもね。ついてこい！あとはこの辺でちょっと当たろうか。34日。減らすと、向こうも出るの減らしちゃうよね。減らしちゃうよね。じゃあ、もう少し待ってから出します。来月になってから出せば、ここら辺準言所立てて、ひょこっと行っちゃえばね、楽だと思います。ほい、44日ですね。手を打とう。うん、大丈夫だね。うちらの方が戦場有利です。で、おまけに、秀吉隊がいるんで、秀吉隊をね、が先に当たってくれます。で、秀吉隊が潰してくれるんだね。先月の助かりますね。ご命令を。問題なさそうだね。じゃあ進めていきます。あ、違う。準検所立てようとしたんだ。準検所、準検所。ここ出来上がっちゃってるね、いっぱいね。もったいないね。まあでも、出来上がってはいるものの、ここ落とした方がいいので。29、30。かしこまった。
で、ここで、4万3000で来てくれるんでしょう。4万3000。で、チャーム4万3000出してあげれば。4万5000。4万5000で来てくれる。じゃあ、チャーム4万5000出してみようかな。じゃあ4万3000大丈夫だね。4万3000。後に続け！で、うちらの方が確か2万ぐらいでいけるはずなんで。2万対1万7000になるはずなんで、多分勝てると思います。で、ここ取っちゃえば、多分、ここも戦場勝てるでしょ、ここ。勝てるね。そうすると一気に多分、中に入って蹴れると思うんだよ。この1万1000以外のところは多分、取れそうな気がする。じゃあ進めていきます。志果たさずして、勝は終えられぬな。なんかこっちになんか行ってるね。まあ、いいでしょう。ありがたい。助けてくれた。これは強行で行きます。これは3万いくつ？あれ、移動させたはずなのに。結構裏の中に散らばったんだね、きっと。じゃあ、19,200。我に続け。参るぞ。じゃあここ行ってみようか。時間かかるね。こっちの方が近いね。ここ行こう。我に続け。ここら辺からまた少しの舞台集めとこうか。4万目だ。2万ぐらいかな。2万ぐらい。いざ、決戦の地へ。じゃあ進めていきます。角田さんが、北条さんを叩こうとしてるね。報告いたします。ご命令を。今日、農業をね、やります。かしこまった。これは倒せる。これも倒せるんだよね、確か。やってやろうじゃねえか。5万5000の。これ、倒せないね、ここ。やってやろうじゃねえか。これ無理だね。あと何日集まるの？ 16 日？逃げよう、これは。やってやろうじゃねえか。ここら辺逃げます。ついてこい。こんな感じで大丈夫かな。分かってる。戦に勝つが、おのの府の役目よ。この城、もらい受ける。参る。出陣するぞ。で、こいつも手を打ちます。こっちの方に向かって出陣すると。出陣する。で、あとはもう時間さえかければいけちゃいそうだね。これあれだね。解散してくれたね。やってやろうじゃねえか。じゃあもう一回。出陣だ。じゃあ進めていきます。強行33日ですね。交渉ついてるので交渉します。
進めます。この城もらい受けよう。手を打とう。おお、4万5000円こっちに当たるんだ。へえ。何日後に当たる？あと18日後？手を打とう。これあれでしょ、負けるでしょ、こっち。うん。じゃあ、ここでちょっと、見ておきます。じゃあ、進めていきます。で、これは行こうか。だいぶ減ってるはずだから、こっち行っても大丈夫な気がするな。これが当たった後来るから大丈夫だと思う。報告いたします。表情を執り行う。軍事論議ですね。これにて表情を終えよう。四ツ谷なんとか、これちょっと。これとかなんかいいやつ。外交講話台いらないね。これちょっとこうか。鉄砲攻撃力調子だね。ゲチよ。じゃあ兵糧買っとこうか。半分ぐらい。行いましょう。じゃあこれ様子見ましょう。おお。へえ。勝っちゃったんだ。まあ、これちょっと見ましょう。見物、うん。ここで倒して、こっちにどっちが早く着くかだよね。ああ、向こうの方が早いね。方位89日？47日で交渉水田交渉します。悪いがこの城、もらったぜ！かたじけない。あ、ここはやっと落としたみたいですね。じゃあ、これは、やってやろうじゃねえか。こう行きましょう。出陣だ！こっち1万6000で来る。戦場はどうですか？ああ、960。960。勝てるはずないじゃないですか。こんなところに行っちゃダメです。参る。せめてこっちに行こうか。出陣するぞ。ここの戦場はどうなんだろうね。問題なさそうだね。こうだったらなんとかなりそうだね。はい。危ない危ない。戦場見たかったらこれ、2万8000兵ぶっ飛ばされるところでしたよ。方位35日。4日ぐらい待てば。あ、悔しいな、これ。狙ってきたか。行こうか。でも、あれ、勝ってるね。これ何日後？ 25 日。速攻車も、まあ、速攻車できるね、これ倒せばね。で、倒せばすぐに、いけるね。武将00。ここからか。じゃあ、ここから、ここ集結で。いざ、決戦の地。ここからも武将が出るね。一人部隊でいいんで、突破で。皆の者、我
こっち狙っとこうか。我に続け。これはこれで行きます。クール部隊でここ狙っとこうか。いざ決戦の地へ。でこれが倒せば多分時期的にもこいつらもいい感じの位置に行ってるんじゃないの。あと何日、25日。うん、方位32日ですね。報告いたします。ご命令を。ほう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 、これどこ行く。こっちか。こっちは上限は大丈夫だね。1万6000でしょ。1万4000大丈夫だね。志果たさずして賞は終えられぬな。なんかこっちに向かってくる部隊がいるけど、1万700、あと39日。ここで当たって倒せるでしょ、多分。参る。当たって倒せるから大丈夫で、これはこっちに行こう。進め。あら、位置が変わった？手を打ちます。ここにしようか。進め。強行42日ですね。うん、勝てるね。誇りにかけた。負けはせぬ。で、あ、こっちは帰っ、こっちは帰って、だから、こっちだね。出陣するぞ。あー、6300で。そしたらこれはさ、ちょっと。手を打ちます。じゃあ、こっち行こうか。出陣する。なんか通り魔殺人にされそうな気がするんだけどな。これは行くのも後。手を打ちます。出陣する。あ、今だ。手を打ちます。じゃこれで。出陣する。じゃあ進めていきます。これこっちへ来るから大丈夫ですね。方位78ですね。皆の者、勝ち時をあげよう。よし、二人、ゲットですね。どこだ今落としたところは。ここか。行こうか。そしたら、このめんどくさいのを倒しちゃおうか。出陣しよう。うん、これで良さそうですね。この城をもらったぜ。かたじけない。はい、やってやろうじゃねえか。3200、こんなとこで当たるはずがない。当たりたくない。1万2000のこっち行こうか。進め。では進めていきます。はい、ということでね、12話はこの辺で終了していきたいなと思います。ご命令を。ご視聴いただきありがとうございました。